中華民国とウクライナの関係は、中華民国とウクライナの間の関係を指す。1991年のソ連からの分離独立から、ウクライナと中華人民共和国は国交を結び、合わせて連合声明で台湾は中国の領土であることを承認した箇所がある。一つの中国の原則によりウクライナは中華民国と公式の往来は進めていない。 1992年から1996年に双方の関係は最高潮に達した。中華民国とウクライナに正式な外交関係はなく、現在相手方の首都に大使館の機能を備えた代表機構はない。ウクライナの関連する事務については、台北モスクワ経済文化協調委員会、モスクワ代表どころの2重認定によっている。緑色の国は、 1971年の投票で中華民国が国際連合に止まることに反対した国を示し、その中にはウクライナが含まれていた。1949年12月、国民政府台湾移転後、世界情勢は冷戦前期に入り、中華民国に国際連合の代表権があるかが総論の主要な焦点になった。1966年11月24日、 国際連合総会第21回会議が第2159次会議議題として中国代表権を議案として招集された。ウクライナの代表は率先して発言し、一つの中国があるのみであることを強調し、直ちに中華民国の議席を剥奪することを主張し、中華人民共和国の権利を回復し、合わせてこの案件は、 国際連合憲章第18条の重要問題ではないと訴えた。その後、国連2159決議で何をもってしても中国の代表権の提案は重要問題ではないと指摘した。世界情勢の発展に従って国際連合における中華民国の地位は急激に悪化した。1971年8月26日、 中華民国の中本ジュラス大使、桂隆ラ・タは、紹介を発し、本ジュラス外務省大臣に権義してもらい、国際連合における中華民国の二重代表権は、ソビエトロシアとベラルーシ、ウクライナを先例に援用すべきであるとした。10月25日、ウクライナの中国際連合代表は、相変わらずアルバニア決議に支持票を投じた。1991年12月、 ソビエト連邦の崩壊後、ウクライナは独立し、中華民国政府は、ウクライナやベラルーシという二つの元ソ連、構成国をもって、外交突破目標を作り上げた。中華人民共和国外交部は、最高速度をもって、ウクライナと外交問題を完成するよう要求し、ウシンキ臨時代理大使やハン・サキエ初期、超公営随員の三人をキエフに派遣した医師官を、開館した。 1992年1月4日、中華民国外交部、小隆志玄次官を代表に、ウクライナを訪問し、科学技術や貿易について相談し、相互に事務所を設け、合わせて、ウクライナ国防大臣一覧やウクライナ基礎建設省、ウクライナ経済発展、貿易省と面会した。1月14日、中国とウクライナは国交を樹立する広報に署名した。 ただし、ウクライナが独立して間もなく経済が困難になる、問題に直面し、一部のベルホーブならあだ議員と経済界に中華民国と国交を樹立し、援助を受けるべきだと主張する人がいた。1992年4月7日、翔隆史岩尾は二度目のウクライナ訪問をし、合わせて大量の医療用品を積んだ専用機に搭乗し、キエフに到着した。 中華人民共和国中ウクライナ臨時代理大衆、新規が知ると、直ちに、ウクライナ第一外務副大臣と会見することを約束し、ウクライナに中国、ウクライナの国交を樹立する広報の原子を要求し、中華民国の官僚と公式の接触を行わないよう要求した。レツキは、声明を出し、これまで台湾からウクライナに代表どころを設置する。 必要があるとは聞いたことがないと言った。夜の12時30分、ウクライナ国家テレビ局は台湾の専用機がキエフに到着したと報じ、合わせて薬品を積み下ろす画面を報じ、しばらくしてウクライナの官僚が現れた。8日午前、ウシン機は直ちに中国の留学生が飛行場で薬品を引き渡する儀式の段取りをした。一人の中国人留学生が現れ、 ウクライナ衛生省が儀式に出席した。右心キは生まれつい起伏大臣と会見することを約束し合わせて厳しい交渉案を提出し、ウクライナ大統領、レオニード・クラフチュクはその官僚を表し、合わせて今後閣僚は誰も台湾との交渉に参加できない旨を承諾した。この後も親台湾派の議員は台湾との国交樹立を主張し、 キエフ大学国際関係学部副学部長は反対を表明し、他にウクライナと台湾の国境樹立と他国がウクライナのクリミア半島独立を承認することと異ならないという主張があった。この後、ウクライナ議会で台湾との国交樹立を提案する人はいなかった。1992年6月、中華民国立法院が ウクライナのベルホーブならアダに招待され、初めての国会外交を展開した。1996年8月18日、中華民国副総統権行政委員長連戦は、キエフ大学に招待され私的な訪問を進め、並びに、当外交から名誉学位を授与された。しかしこのことは中華人民共和国政府の猛烈な関心を呼び起こし、中国の在外官僚は、 ウクライナの独立日の軽粛活動への参加を拒否し、大型のウクライナ訪問の日程を取り消し、並びにウクライナの軍事代表団との面会を回避した。ウクライナと中華民国の関係は一旦凍結する事態を引き起こした。1999年7月、ウクライナ労働党党首を団長に台湾を訪問した。2001年2月、 ウクライナの前大統領兼国会議員、レオニード・クラフチュクは中華民国経済部の下部組織から台湾訪問の招待を受け、並びに中華民国総統、陳水編や行政委員長、張都志夫らと会見した。2005年12月、中華民国総統府副秘書長、高志保は、ウクライナのベルホーブナ・ラーダ議員、ビクトル・ピンチュクのウクライナ訪問の招待を受けた。 このことはウクライナ外務省に、ウクライナの首相、ユーリー・ハヌロフの指南を受けさせ、中華民国の官僚の詐称の発給が、省に中国とウクライナの関係に影響し、台湾のために、中国の承認が得られない国家であった。二千十四年二月十七日、ウクライナ外務省訪問団が台湾を訪れ、台中市政府を訪問し、副市長、蔡比野恵羊猿と会見したほか、 対中市の文教施設を訪問した。中華民国旅券を持つ中華民国市民は、ウクライナに入国するにあたり詐称の申請が必須で、ある。ウクライナ旅券を持つウクライナ市民は、中華民国に入国するにあたり詐称の申請が、必須である。両国の市民は皆相手方の国に入国するに、あたりすべからく詐称を申請しなければならない。ウクライナ政府は、 中華民国旅券を持つ中華民国市民が一定の要求のもとで、詐称申請に対応しているが、かつては東京のウクライナ中日本大使館に申請していたが、この業務は2011年9月から取り消され、北京市のウクライナ中中華人民共和国大使館が扱うことに改められた。右与曲折を経て、ウクライナ方面はまさにその中高収支総領事館が、 台湾人の車掌窓口として開放され、かつ作業には時間がかかり、通常5から8週間かかる。ウクライナは2016年に着陸地の車掌を支給する扱いをしたが、2017年に停止した。ウクライナの同じ飛行場で乗り換える場合は、過サカ車掌を取得する必要はなく、違う飛行場で乗り換える場合は、その国境内に入るにあたり、 すべからく傘会カイを取得する必要はない。ウクライナ旅券を持つウクライナ市民は、台湾において国際会議に参加するしたり、運動祭事や商業展示会などの活動に参加する場合、中華民国入国に必要な電子査証を必要とし、最大30日滞在でき、延長はできない。中華民国内政部移民所は2010年から省に、 ウクライナが特定国名簿に組み入れられるべしとした。双方の国民が婚姻をするような場合、台北中モスクは代表どころで面談し、婚姻文書を申請し、婚姻に同意する。台湾に長期居留できる証明を持つ者の,の場合は、この限りではない。中華民国外交部の国外旅行警告分類表は小に、ウクライナを必要のない旅行は避けるべき。 大々色警戒とくに適さなければそのまま出国した方が良い公職警戒に分類し衛生福利部の国際間旅行権益等級表は章にウクライナを現地の一般予防措置を遵守するよう求める第一級注意に分類している1998年5月双方の代表が国際会場で互いに経済貿易活動を展開し 中華民国中央銀行副総裁元カムネと中英国代表定文化はウクライナに行き応酬復興開発銀行年次総会に参加した。2006年12月14日、中華民国中世界貿易機関代表林義父とウクライナ代表バルタがスイスジュネーブでウクライナの入会案件につきウクライナの商品関税提言目録や ウクライナ第三次産業解放承諾表2006年6月8日覚書を含む協議書に署名した。中華民国対外貿易発展協会は首都キエフで台湾貿易センターを設立した。2016年ウクライナに輸出する主な商品に次のものがある電子産品、鋼及び構成品、機械要素、構成ネジ、ボルト、ナット。 5種類の金属子工具などで、ウクライナから輸出される、主要産品に次のものがある、合金鉄、高製品、ひまわりの種、水酸化アンモニウム溶液など。2013年に発生した台湾食用油等、食品安全問題により2014年のウクライナの主要輸出品目は、ひまわりの種になっている。2017年、ウクライナは、 中華民国の68番目の貿易相手国で、輸入は66番目の多さ、輸出は66番目の多さであった。ウクライナへの輸出金額は1億2200万1035アメリカ合衆国ドルで12.262%増で、ウクライナからの輸入金額は8884万7486。 アメリカ合衆国ドルで26.375%増であった。貿易は3315万3549アメリカ合衆国ドルの出張で13.596%減であった。2016年、ウクライナは中華民国の70番目の貿易相手国で69番目の輸入の多さで68番目の輸出の多さであった。 ウクライナの女性がかつて映画を制作し、20個と語で台湾のひまわり学生運動を声援した。このことは台湾メディアの報道を経て熱烈な反応を作り上げ、わずかな台湾のネット仲間が自主映画を計画して集まった。行動には反響があり、台湾の一軍のイラストレーターがショーに台湾の魂を表すような作品を作り、 ウクライナのキーウポストに発表し、ウクライナの強い支持を得た。ウクライナの動乱が持続する政局以来、少なからず台湾在住のウクライナ女子が国外滞在を選択し、帰郷を選ばず、台湾在住のウクライナ人は増え1万人に近づいた。その中には一部、若いウクライナ女子が台湾在住を延長し、一部芸能界で活躍する者がいて、 不要の世界で活躍する者や中華民国の国籍を取得したウクライナの芸人ラリサ・バクロバなどのモデルになる者もいた。旅客運送両国は直接的な航空路線を作ったことはない。近年ウロ関係が緊張しウクライナはロシアの各航空会社がウクライナ国内を飛行することを禁止し、天気の時間が約20時間かかり、 交通の往来は相当不便である。両国の往来が経由可能な地点、中華民国。ありがとうございます。